3分間ウルフォー講座、今回は野生児のブランカです。まあ、移動速度などはあんまり速くないんですけれども、中距離から一気に距離を詰める技が多いので、どこにいても注意が必要なキャラクターですね。特殊技なんですが、前と中パンチでロッククラッシュが出ます。押しっぱなしで中段技に移行しますね。斜め前入れ強パンチでアマゾンリバーランというかなり姿勢が低いまま前に突進する技がありまして、まあ、波動拳などを避けつつ攻撃できますので、飛び道具持ちは注意が必要ですね。前と一緒にキック3つサプライズフォワード、後ろと一緒にキック3つサプライズバックという特殊技もあります。まあ、相手をこうすり抜けれるので、かなり混乱させることができたりしますよね。移動距離速度ともになかなかのものです。そして下と一緒にパンチ3つでフィアーダウンというですね、このように姿勢を低くする、まあ、特殊技ですね。攻撃安定はないんですけれども、これがありますね。下押しっぱなしにするとこれだけ長くしゃがんどくことができますね。まあ、波動拳持ちなんかに付き合わないときにこういう技で避けていくといいんじゃないかなというところですね。後ろため前パンチでローリングアタックが出ますね。これは強はダウンし、弱と中はダウンしないんですが、その分ガードされて距離が離れるので、攪拌を受けづらいという特徴があります。強は連続技専用というところですかね。 EX 版は投げ無敵があります。後ろため前キックでバックステップローリングというですね、ちょっとモーションの遅い技があります。これはゲージを使わないで打つことはほとんどないんですが、ゲージを使うと上昇中無敵がありますので、まあ、画面足から逃げるときなどにこんな感じで打ってもいいのかなと。あとなんとですね、空中で左右で距離を入れ替えれますので、逃げるよ逃げるよ逃げないよ、そういうこともできたりしますね。下ため上キックでバーチカルローリングという技が出ますね。まあ、いわゆる対空技なんですが、 EX 版じゃないと無敵がないので、離していくときは EX 版なのかなというところですね。そしてこちらの技、なんとセビキャンマエステなどができるようになりました。あとはエレクトリックサンダーという電撃ビリビリ技がありますね。パンチ連打で出ます。まあ、これは当てに行っても判定が強いのでいいんですが、ガードさせるとすごく有利が大きく取れますので、ガードさせに行くのも一つの戦術なのかなというところです。では、スーパーコンボなんですが、後ろため前後ろ前でブランドシェイブローリングという技が出ます。ボタン押しっぱなしで溜めれるので、今みたいに溜めないとスルッといってしまうので、ちゃんと当ててるときは溜めて全裸をヒットさせるっていう、なかなか難しいですね、というのが大事になってきますね。まあ、対空や連続技などに使っていける技ですね。そしてウルコン1ライトニングキャノンボール、初段が下段で次が中段、最後が上段という技なので、ガード方向は気をつけてください。発生が早いので連続技にこのように組み込んでいくことも可能ですね。そして、ウルコン2がシャウトオブアースですね。斜め後ろ溜めて、斜め前下、斜め後ろ下、斜め上でパンチ3つで対空板が出ます。完全に上にしか攻撃安定がないですね。そしてキックで押すとこのように対地板が出ます。飛び道具を抜けて攻撃できるので、飛び道具持ちには有効ですし、あとですね、こんだけ離れたところで打つとキャラによっては削りダメージを必ず当てれるっていう状況が作れるので、そういう使い方はかなりかっこよかったりします。ブランカは以上です。かかってこい。皆様こんにちは、ウルトラストリートファイター4の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在のプレイヤーポイントは1472ということで、今回勝ち越しができればなんと大台の1500が見えてくるという形ですので、そりゃあもう気合い入れて頑張りますよ。このたかしの顔もね、1500行くのか、俺も後から行く、そういう感じですよね。俺も後から行くってことは、竜は自分より格下だったんでしょうか。ちょっとよく分かりませんけどね。はい、そして今回キャラ別会はなんとなんとなんとブランカですよ。ブランカね、まあ、ホンダとともにちょっともうよく分からないキャラと言われてますけどね。まあそれがやっぱりストリートファイターシリーズっぽいのかなとも思いますよね。何これみたいな。例えば最近のスタイリッシュのあの格ゲーとか、この格ゲーですよ、ブランカいたらおかしいじゃないですか。でもスト2シリーズならば許されるっていうのはありますよね。まあ、上半身裸はマストですし、キャラによっては肌の色違うとかもね。ユウって結構カラフルですよね、みんな。まあ、鬼は青でしょ、ダルシムは、まあ、茶色という名のなんかおかしな色だし、でハカンは赤いし、他にもいませんでしたっけ、色のついてるキャラ。ちょっとなんかこう、確か白人と黒人と黄色人種、世界にはそれしかいなかったはずなんですが、結構研究の価値はあるかもしれませんよね。なんかジャングルに遭難すると緑くなるみたいな、そして電撃も打てるしコロコロできるとか、多分そういうのはね
もしかしたら今後、まあ、ジャパニーズとかが行ってですよ、まあ、現地で基地を作ってベースキャンプ作って研究する価値はあるかもしれません。しかし命の保証はできます。では使っていきましょう。これだ。ウルコンはですね、まあ、飛び道具を持ってる相手のみ数かなと。それ以外の相手は大体ワンでいいんじゃないかなっていうところですかね。まあ、でも最近のブランカ業界はちょっと分かりませんからね。シャウトオブアースを当てることはなかなか難しいと思うんですが、まあ、相手がですよ、飛び道具抜けウルコンがあるっていうだけで、まあ、気候圏なり波動圏なりが打ちづらくなるっていうのは大事なことですよね。抑止力っていうんですかね。さあブランカウルフォーになってどう変わったかというところなんですが、まあ、若干強くなってるような気がします。前捨ての硬直短くなったりとか、あとはまあ通常技とかローリングとか、その辺がなんといってもですね、バーチカルローリングセビキャンできるっていうのがすごいですよね。そういうことあるんだっていう感じはありますよね。そしてどこから今日のローリング当てても相手がダウンするようになりましたね。それは強いような気がします。電撃、バシャ。今ビリビリの失敗だったんですよね。飛びからのビリビリをうまくとカシャカシャっとね、カシャカシャっとできるようになりたいですね。できない。ナッキー。そしてコロコロからのコロコロからのナッキー。さあこれ、あ、失敗した。あれでもちょっとバックステップ、あのなんやな、硬直伸びたような気がしましたけど。怖いですよ。もうミストブー、よかった。でもこのブランカの衣装はむしろそのこうジャングル研究隊に現地の人間がなるみたいな、俺動物の言葉わかるみたいな感じで対戦ありがとうございました。本当かブランカ君、君はなんと頼りになる男なんだ。あーでも人間の言葉あんまりわからないみたいな、なんということだ、あんまり役に立たない男だみたいな、なんだとてめえみたいな、そんな感じで喧嘩が起きる可能性ありますよね。そして誰もいなくなった。いやーしかしブランカとかホンダとかっていうのはなんかやっぱあれっすよね、バチャバチャって感じありますよね。いやいいと思うんですけど、なんかやっぱりバイソンとベガとホンダとブランカっていうのは似て非なるものだなっていう気がしますよね。いいと思います。電気が思うように出せるとブランカってすごく楽しいキャラになるんじゃないかなっていう気がしますよね。ブランカは電撃がいつでも出せるようになると、あれはあのガードさせてスーパー有利が取れるんで、当てることよりもガードさせるように打つといいんですよね。今日をキャイトニングラノンボール、ライトニングキャノンボールってミニ四駆みたいですよね。名前かっこいいよな。キャノンボールっていうのの上位版みたいな、ライトニングキャノンボールだみたいな、何完成していたのかみたいな。しかも多分ね、敵側じゃなくて味方側のミニ四駆ですね。最強連携、はい、やめて。バー、ごめんなさい、ミスりました、ボタン間違えました。イエーイ、放しますよ、ファッショイ。あ、ちょ、わ、よし。このバーチカルローリングって技が結構クセモノでして、まあ、いわゆるサマーみたいな技なんですけれども、軌道が特殊で白飯が入れづらいっていう特徴がありますね。えごい、えいへいへい。はい、あ、タイプだ、噛んだ人。でやりすぎた。ファイ、ファイナルトミックマスター。何、この衣装いいですよね。これダンと仲良しなんですよ。
だからその段の道着を着てる感じなんですよね。なんで今ガードできなかった。いや負ける負ける。とりあえず投げてからミコボンしたい。投げさせて投げた。ほう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 、やってくる式。さすが 1000PP は伊達じゃありませんな。80ちゃんと残しておく。青写真だー、これが彼の青写真だー。よく言ってますね R さんが。怖いです。撃っちゃう。うわー、カクつく。よくある。カクつく。やべー、常に動き続けるかな。いいと思います。オッケー、よかったぜ。そしてこうして、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 こうと、こうして、こうして、こうと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 、バー、気が少ない。ライトニングキャノンボールはですね、まあ今でこそマイルドな技になりましたよ。でもスト4の頃はダメージが全キャラの中でトップクラスで、削りダメージもトップクラスで、でガード方向も当時は分かりづらくて、中段下段ですからね。そしてさらにですよ、行き過ぎちゃった後はあんまり隙がないみたいなね。なかなか恐ろしい技でした。結局追い詰めて追い詰めて追い詰めて、ライトニングキャノンボールパナされて負けるなんていうのはザラでしたからね。あの時代を乗り越えた人は真の猛者なのかなっていう。自分は猛者になれませんでしたね。さあウルコン、もうダブルでいいや。はい、あっ、ワンにしときゃよかった。スーツ買うところないかな。いや、あるか。起き上がりに打てばバジョーンって当たることもあるかもしれない。まあいいやいいや、全部使えるってことですかね。ブランカのウルコン2シャウトオブアースは2パターン打てますんで、それを考えると3パターンを打てるっていう。もう相手どこ行きゃいいのみたいな。前も後ろもフォローされちゃってる。やっべ、ホッパ電撃できないな。もう一回打っていきましたけど、ホッパ電撃、投げ投げ投げ、ポン、できない。うねー、おい逃げたのに。負けあるよ、パナスよ、まあ、パナスしかないからね。パナスよ、無理だなーこれ。いや、きっちー。この俺様がどうしましょうか。ただユンガーも飛びづらくあると思うので、やっちまった。そういうとこうまくついていくといいかもしれませんね。おー、アバルトール数えたんだこれ。投げれて、ポン、そして投げれて、ポン、そして、あっあっあっ、投げが怖え。マジ怖い。ワーン、ワーンって何ですか。ワーンって何ですかね。あの気合を今入れたんですよ。気合で攻撃を当てていこうとしたんですけれども、悲鳴みたいになりましたね。ワーン、レイウーロン。さあ、しびれを切らしているような動きをしてらっしゃいますな。ほほーほほー、オホーツクに消える。そして確定連携、確定連携。いや、いいですね。ブランカはこうじゃなくちゃですよね。言うてやっぱりサマーとか昇竜拳とかに比べてもすごく強い技なんですよ、バーチカルローリングって技は。特にゲージ吐くと
発生も早いですしね。しかも今回セビキャンできるようになったっていう、そこまでしなくてもいいかなっていう気はするんですけれどもね。対戦ありがとうございました。ブランカ好調でございましたね。この調子で残りの2戦もやっていきたいと思います。しかしコパ電撃一度もできませんでしたね。できる日は逆に全部できるんですよ。本当にね、あれ何なんでしょうね、できる日とできない日みたいな、間違ったリズムで毎回やっちゃうんでしょうね。まあそういうこともありますよ。何はともあれブランカのストーリーでございます。ウルコン一回も打たなかったな。打ったわ、一回だけ打ちましたね。あっ、すげえ、すごい賢者の顔してますね。世界格闘大会で優勝する、優勝したら、これあまりにもダンの顔が辛そうすぎて、なんか倒してよくあるじゃないですか、バキの世界でも倒した後悲しくなっちゃうみたいな、好敵手を失ってみたいな、そういう状況っぽいですね。ピクルっぽいし、みんなが俺を怖がっていて、やべえ、病色がないでしょっていう感じに見えますね。いいと思います。俺ママ俺ママ、これなんかね、こういう名前のココアとか出てきてもおかしくないですね。ママ俺ママ綺麗ねえ、綺麗だわ。だから俺のこと、ブランカっておいくつぐらいなんでしょうね。多分まだ若いんですよね。子供の頃に飛行機が、待って待って落ち着けよ、お母さんの年齢から考えよう。お母さんのあの年齢は多分51ぐらいと見ましたよ。で、赤ちゃんが子供の頃に飛行機が墜落してブランカが行方不明になったっていうことは、お母さんの御年は多分その時27としましょう。となると51-27ですよ。今は24歳、ブランカの年齢は24歳ですよ。あ、じゃあ赤ん坊だから1歳ぐらいになってるかもしれない。25歳、あんま若くないですね。わあ、エレナだ。ヒリうえ、もう豪強いな、豪強いな。なんかやっぱりなんか害とか全く出なくなった代わりに、なんか道義系多いんですよね。道義多くない？4回目くらいな気がする。これきついなー。うめ、ういほー、どうすんだろマジで、ひどすぎるなー、勝ち方が分かんない。確定、きつい。サングルじゃないんだっけ、しょ、マジか、なんで。きついなこれ。しかもまだヒーリングも残してるからな。うまい、終わった。いやー、きついなー、ひどい、負け方としてもひどいし、使えてなさもひどい。これね、次の試合マジ頑張りますわ。もう豪気引きたくないよー。いや、あのねー、豪気界で少し練習をしたんで、それでなんとかお茶も濁していきたいところなんですが、変則的な相手キャラにはどうしていいか分かんないですね。スライディングをなー、少しとがめなくちゃいけなかったし、 EX マレットガードした後は昇竜拳じゃないんだな。なるほどね、マジ頑張ろう。それでも格上の相手の方に勝てれば、もしかしたら1500超えれるかもしれませんから、ちょっとこのランダムはまず引きから頑張っていきます。引きからですね。もう誰でもいいや、いや誰でもいいや、誰が来てもいいから、ちゃんとちょっと精神集中しましょう。そのキャラのウルコンとか少なくとも間違えることないように。
フラグにならないようにダッドリー多いですね。さあいいっすよ、私はランダムでございますれば相手の方それに気づいていない可能性はダイ。どうなんだい、てかダッドリーの顔の造形超かっこいいな。ヒゲはでもなんかフェルトで貼ったみたいになってますね、髪の毛も。ちょっとサードのダッドリーとはまたイメージが違いますよね。ちょっとこう綺麗なダッドリーというか羊っぽさがちょっと増えてますよね。サードの頃はもっとなんか彫りが深かったと言いますか、なんかバイソンっぽさもちょっとあって、やってやるぞ俺のパンチでその岩砕いてみせるみたいな、そういうこともありましたからね。よしではちょっと頑張りますよ。よしてか今日の動画でブランカ使うの初めてですからね、自分で使うとかないからな。なんかでもこれもなんかできすぎですよね。あおー動かして肩がつった。チリなっけ、コパ電撃はしないっす、もうできてないんで今日は。できることだけで戦います、自分の武器だけで戦います。コパ電撃とかやろうとするからね、いけないんですよ。ワンワンワンツー、でも今コパ電撃やろうとしたんですよね。投げ安いよ、飛ぶタイミング一緒。マシンガンブロー気をつけ、おい、これねワンチャン負けれるんでね。それがダッドリーというキャラ。これはねでも正直上級者には効かないのでおすすめはしないんですが、やっぱりまだなんかこのいろんなキャラの動きが分かってないような方に対しては非常に効果的ですね。非常におすすめです。おすすめかな、おすすめじゃないかもしれないですけどね。いやしかし勝ててよかったです、ありがとうございました。ほんと今回ブランカ会でしたね、ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。